っとね室内でもできるゴールキーパーの動体視力トレーニングというところでちょっと商品をね1個紹介したいと思います。すげえこれ。Hey guys, welcome to TGK Light Up TV! ということでね、今回はもうそろそろね、語り系の動画飽きたでしょ？ということで、まあ、室内からお送りすることは変わらないんですけど、ちょっとね、室内でもできるゴールキーパーの動体視力トレーニングというところで、ちょっと商品をね、1個紹介したいと思います。これね、結構いいなと思います。キャラン！こちらですね。YouTuber がやってる風にこうしたらいいですか？なんて書いてあるんだろう。クリエイティブボクシング。タップボールって言われるやつですね。要するに。ちょっと開けていきたいと思います。タップボール。ここですね。タップボール。これどういうものかっていうと、中に多分、こんな感じですね。タップボール。タップボール。こんな感じ。で、ボールが入ってて、で、ボールにゴムがくっついてるんですよ。こんな感じで。で、これを頭につけて、まあ、殴ったり、避けたりして、まあ、動体視力を鍛えるっていうやつらしいです。で、まあ、これだったら狭い部屋の中でもできるし、今これ初めて開けたんですけど、ボールが結構柔らかいです。柔らかいので、まあ、顔に当たってもまあまあ大丈夫だし、壁とかに当たってもね、そんなゴツゴツどんどん言うようなボールでもないので、これを使ってね、ちょっと動体視力トレーニングやってみたいと思います。はい、それではね、やっていきたいと思います。まずじゃあ頭につけますか。すいませんね、ちょっと。天井低いわけじゃないんですよ、これ。実は、まあ、自分今一人暮らししてるんですけど、撮影ブースが一応ロフトの上なんで、こんな感じで、ちょっと、上に、バシッと止めれますね。こんな感じで。で、やっていくわけです。この、私、タイにいた時にムエタイ一回、行ったことあるんで、できるはず。メタイ歴1回の実力見せてやりますよ。これを要するにパンチしてパンチし続けれるかっていう感じ。おっ、なんか動画を見たんですよ。そしたら避けてたりもしたんですね。ちょっと避けつつ狭いスペースの中にしてやっていきますか。うわっやばい、これ超難しい。うわなんかすげえ簡単そうに見えたんやけどな。うわっ避けるどころじゃねえ。10回続けるのもままならない。うわっ、ちょっと待って、むずい。うわっやばいぞこれ、面白い。ちょっと待って、ちょっと待ってね、ちょっと全然目怖すぎて目つぶれやけど、動体視力どころの話じゃねえ。ちょっと待って、これでも何だったっけ、プロタップボールプロっていうやつもあって、多分これよりもボールがもうちょっとちっちゃいやつもあったんですよね。でちょっと自信がなかったんで、私このオレンジのちょっと大きめのやつになるのかな。私の拳と同じぐらいのサイズのボールなんですけど、上にパンチしてもらえるか。怖い。ありえて、やばいな。あ、ずれてきた。ちょっとじゃあ、こんな感じですね。こんな感じなんで、じゃあ10回チャレンジしましょうか。10回パンチできたら OK 何と戦ってるんだ。よし、いきますね。10回チャレンジ、チャンスは3回。10回できるかどうか皆さん予想してください。 TGK は10回このタップボールを殴ることができるのか、連続で。
きます。3回チャレンジします。2回目ん1回目いきます。そう1、2、3、う2回目なんでこの下行くやろ。なんかみんななんかこうなってたんですよ、動画で見た。なんでこんな下に行くんやろ。私の殴り方の問題、むずい。ちょっと待って、リフティングと同じ要領ですよね。こうマジ怖い、マジ怖い。むずい、目つぶっちゃうもん。だってむずい、むずい。ということでね、タップボール使ってみました、結果はですね、難しいということなんですけど、これでもなんかボールがすごい勢いで戻ってくるんですよ、バンバンって。だから私ちょっと正直怖くて目つぶっちゃってて、パンチなかなか当たんなかったんですけど、続かなかったんですけど、ビビっちゃダメじゃないですか。ゴールキーパーってもう目の前から飛んでくるボールでもバシッと取ったりとか弾いたりとかしないといけないっていうところなんで、大体ね、テニスここはちょっと開けてないんですけど、テニスボールもあるんですけど、テニスボールよりもちょっと一回り大きいぐらいなのかな、ボールの大きさとしては。なんでまあしっかりね、こうボールを見る練習にはすごいなるかなって思いました。あとこうパンチの練習、何に必要があるんだって思うんですけど、まあ、パンチングとかですね、そういうのもキーパーあるから、まあ、そういうのの練習として、まあ、室内でね、その狭い限られたスペースの中で、なんかこう、運動したいとか、なんか、動きたい、そういう動体視力上げたいっていう人には、すごくね、おすすめの商品だと思います、タップボール。調べたらね、すぐ出てきます。これ、だいたい2000円ぐらいだったんですね。2000円ぐらい。なんか他にもアマゾン見たら安いのとかもあったので、ぜひね、もう室内でやることも飽きてきたでしょ？同じことばっかりやるのも。なんで、まあこういうのをね、ちょっと買って、キーパーの練習はちょっと家でできないけど、なんかこういうものを使ってですね、できることをやれたらいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ、TGK を超えてください。10回こう、できたら教えてください。はい。では、ということで、今回の TGK ライトアップ TV はここまでです。もしよかったらチャンネル登録といいねお願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。 See ya!